はい、どうも、ローストビーフです。今日は、今までイベントばっかやってたんで、久々に、まあどうしよう、久々っていうか初めてなんですけども、まあどうしようの方、やっていきます。ずっとイベントやってたんで、動画撮ってる時だけじゃなくて、なんで、もう魔導書自体がもう超久しぶりなんで、魔導書の、まあ、絶。これやっていきます。これは新しく出たやつで、知ってると思いますけども、あれなんですね。SS の本が出るのかなと思ってたら、まあ、ただ S だけが落ちるっていう、なんだクエストで、若干、難しくなってるってことなんですけども。で、一戦目。ここが、いわゆる、スキルダメなんだここがまだ弱いんですよ。多分、ここの S の3体が、前回の、ゼスの1個前のやつって何だったっけ、そのレベルの強さのやつで1段階弱いんですよ。2段階ぐらいなんで、ここで貯めます。一応回復4枚置いてるんで、そうそうは沈まないかなとは思うんですけど、復職が多いですね。どうしようかな。回復殺しちゃわないかな。ちょっと攻撃してみようか。これでちょっと倒しちゃうと若干厳しくない。あ、大丈夫で、ここでスキルを貯めて、巴がね、これ結構、そうそうそう、ゴム普段6問なんですけど、ファーストスキル1個ついてんで、5問でいいんで、まあ、貯めながら、かつ、復職潰しながらって言ったところですかね。うわ、復職多いな。これパネブが復職、おぉ、すごいよな。復職で現れる。なんか2色でも復職で現れるようになりました、みたいな。出てたんですけども。あれ、ちょっと復職で来られると困りますよね。パネブせっかく置いたのに。パネブはちょっと単色で来てもらわないと、3色来てパネブです言われても何のありがたみもないんで、ここはね、パネブ10枚置いて全部3色で来て、すごいやったでしょって言われてもね、困っちゃうんで、これはどうかな。まず A S から、こっから2戦目から S、でも A もね、結構なダメージ攻撃してくるんで、ここ、ミスってもいいんですけど、あんま気抜いてると普通に死んじゃうんで、まあ、パネルじゃなくて変換もいるんで、いっちゃいましょう。これ一発で倒さないんですよね、このメンバーだと。回復が多いんで。回復の方が個人的にはいいんで、
キルドと俺のメンバーとやっぱ椿かつバイキルド入れなきゃならないんで、ってところですよね。回復が少なくなっちゃうんで、これ復職多いな。これイガの芸能も単色なのに 85% ってね出されてるんで、まあ S 落ちて、あと S ばっか落ちるんで、とか S しか落ちないんで、けど SS が出たんだから、そのキャラクターで S 進化の SS が出たんだから、 SS の魔導書もね出てほしいですよね。この S からかな。 S が地味に攻撃高いんで、まあそんなにね難しい、どうだろうな、まあ、普通に今までのやつやクリアできてれば、まあ、できるんじゃないかなって感じですかね、まあ、回復ちょっとちょい多めで、まあ、もしくはもう1キルできるぐらいの火力でパッパッ倒すか。最後のところで全部あの強い S が3色じゃなくてなんだ3体出てくるんで、その時に若干遅延欲しいかなと思ったんで、まあ、ここをまあもしも遅延いらないんだったら、なんだろう、蘇生入れて もう 20% 蘇生とか置いても、これもう毎ターン攻撃してくるんで、多分間に合わない気がするんですよね、その回復は。まあこの辺にね1体で来て、けど1体だとどうなのかな、落ちんのかな、絶対に。全部で何千でしたっけ。しかもこれ本当特色多いな、これ。お、落ちる落ちる。確かね、1体だけで出現するやつはね、落ちたような落ちないようなって感じだったんで、珍しかったのかな、今のは。パネブがいいね。トリプルウェイ、各国のあるけどもなんかトリプルウェイなんかなかったでしょ。落ちるね。これ初めてです、完全に。おお、これなんかマナが出るってやつ、今までイベントだと出てこなかったんで、いやーこれ初めてですね。お、カードがくれるんだ。魔導書でも出るんですね。普通のクエスト、通常クエストでも出てくるんですかね。んで、おパネブっていうか全部黄色。で、ここが全部強い S。まあ、なんですけども、まあ、ここまで来ればね、スキルも多分溜まっ
ってるんで、普通、まあ、挑戦してる人ならまあ大丈夫なんじゃないかなと思います。で、まあ、遅延使ってもいいんですけども、まあ遅延使わずやってみます。大丈夫でしょう。うん、なんですね。だけど結構ぐらいな、1体に420、 3体来てたら多分1200もしくは1300ぐらい。だけどそうすると2ターンで、もしも1体を3ターン切るとかだったら全滅ですね。強いですね。こういう毎ターン来るんで、まだ回復4枚置いておけばいい。まあ最悪遅延もありますからね。まあ、遅延もあるし、あとまあ助っ人この場合呼んでないんで、助っ人まあ来てくれますし。オッケーオッケーオッケー。6枚。あれ、ま、6枚ってことは全部で6000か。全部落ちたよね、確か。ん？あ、違うか。落ちなかった。全部で何千だ？ん、ちょっと覚えてないな。で、マックスはね、確か6個だった気がするんで、6000じゃなかったかな。まあ、まあとりあえず最低5個落ちるのかな。じゃあだけど、あ、どうだろう。まあいいか。まあ落ちたということで、ゴールドと経験値は少ないです。でワンいっぱい。